お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、三重詞をね、最初にね、まあ、使ってね、やっていきたいなと思います。で、あれですね、いつも、まあ、コータとか、まあ、誰かとね、一緒に、まあ、喋りながらやるんですけど、珍しく、もう、天ごとも、今日なんか夜12時ぐらいから、もう寝るわ、言って寝て、なんか、ライキさんも眠いとか言って寝て、なんか、みんな、なんか、急に早寝早起き、始めてるみたいで、今日はね久しぶりに一人になるんですけど、まあたまの一人もいいかなっていうので、はい、適当にね、まあ喋りつつやっていきたいなと思います。はい、というわけで、やばマジ待って、所定これはちょっと困りますね。これは U の追加すると相手のランバーを突破できるんで、 U の追加してできなかったな、あれしかもこれやばい、ワンチャーのババのランバーっていう形がちょっとよろしくないですね。でこれはガゴムレ出すとワンチャンガゴムレてかベビー出されるんですけど、顎で蓋して OK、 この間にそっち向くタイプね、もうこの間に多分ガゴはさすがに戻ってきてくれるんで、まあ1体だけですけど、ここは今気合で防衛していきます。気合でエリポン受けると本当は良かったんですけどね、しょっぱなとか工場とガゴムレとかで攻めれると。でここは工場で攻めてもなんか結局防衛されるんで、一回放置のエリポンを置きたいですね。できるだけ前半エリポン行ってエリポン耐えます。ふーし、まあこのダメージは結構痛いんですけど、トルネザップゴレ説ありますね。さて今ザップ打ったんで、今2コスでここでぴったりケツゴレ来ますね。でワンチャントルネ、ワンチャントルネしてきますね。トルネだけど多分ベビーがないから、まああったか。いや、まあ、これで落ちますね。これ美味しいですね。で、多分トルネザップゴレ。なんで、もう30子固めますね。30子低めに。ザップドライトとかはさすがにないと思う。まあ、あってファイボっすね。あってファイボ。まあ、ファイボ打たれたらドンマイ程度で。ライトザップはさすがにない読みの、まあ、30固めて、まあ、来たらドンマイっすね、マジで。まあ、これ言うのちょっと下手でしたけど、ここでまたエリポン来ますね。相手多分本当にエリポン壊せないタイプだと思うんで、まあ、30子出しまくりとかしとくと結構いいかなと思います。で、ここの30子を延命するための、適当にユニット出してこの30子がちょっとでも残ると楽になりますね。でこのランバーで落とさせないのは大事ですね。さすが相手ザップ系がないんで、ザップ系じゃない、あのザップしかないんで、マジであのこの250守ると相手はもうね泣く。さすがにこれ大丈夫でしょ。これもあのガゴムレ出してまでいいですね。ザップだけっすね。あぶねえ。あ、待って、やばい。一緒しちゃったか、俺。危ない。というわけで、ちょい、序盤やられたっすけど、さすがに、ライトニングとかがないと助かりますね。はい、ふぅー。よし。というわけで、あれっすね。ちょっと最近、僕、太ってきたんですよ。すごい悩みなんですけど、最近の悩み、韓国、来て、まあ、約1ヶ月、もうちょい経ってんのか。まあ、1ヶ月半、まあ、途中1回日本に帰ってたのはあったんですけど、まあ、韓国生活が始まってから、まあ、1ヶ月とか1ヶ月ちょっと経ってきて、すごいね、空量が単純に増えたんですよね。フチパイセンが結構料理作ってくれて、やっぱそれを食うんですけど、その、おかわりがやっぱできちゃうんで、結構、もう満足、それまでいっぱい食べちゃうっていうので、それで空量がやっぱ増えた。単純に空量が増えて、まあ、その結果ね、単純に太ってきてるっていうのはすごいあるんですけど、そう、だから結局動画とかで、試合のね、とかで見ても多分そんなわかんないかもしれないんですけど、その、お腹にえぐいぐらいの肉が、溜まってきてて、ちょい、それがマジでやばいんです。なんか、座ってるソファーとかに座るじゃないですか。ソファーとか、まあ椅子とか、普通に座ってる時に、肉が、
乗っかっちゃうんですよね、あのズボンの上に、ズボンの上っていうか、なんて言うんだろう、その多分わかると思うんですよ。ちょっとあの気にしたことがある方わかると思うんですけど、肉が乗っかっちゃって、それが今まで僕あんまなかったんですよね。あってほんの少しとかだったんですけど、明らかに肉が乗るようになって、やっぱそれが気になってやばいっていうので、なんかそのポロスに入った人はみんな太ってしまう理論みたいなのがあるらしく、まあ、若干覚悟はしてたんですけど、さすがにもう太ってしまったらもうおしまいじゃないですか。痩せるのとか大変なんで、なんで僕はもう肉が完全についてしまう前にもう完全に太ってしまう前にもうブレーキをかけとかないといけないなと思って、最近その走るっていうことと、まあ、毎日2キロ最近走るようにしてるんですけど、毎日2キロ走ることと、まあ、食制限っていう制限ではないんですけど、米を食べないようにしてますね。それが合ってるのか分かんないんですけど、あのタンパク質を取らないみたいな、タンパク質を取らないだけなんか合ってるか分かんないですけど、そのご飯はね、あの食事はね普通にしてるんですけど、お米を食べない生活してますね。お米をマジで、まあ普通に具とかはねをいっぱい毎日いっぱい食べてますね。なんで結果変わんないまであるかもしれないですけど、よいしょっていうね、まあ、生活をしています。はい毎日しっかり走ってます。それとで筋トレもやってますね。あ、これ相手苦しい。であっち防衛するからこっちの言うので終わり。ふー、あれこれ防衛しないと終わる、防衛しても終わるまである。ワンチャン最後まで、あと400と300、これも工場追加して、これ逆サイに、多分こっちエレキですかね。あ、コストないか、そんな。ふぅ、まあ小三子でペック工場は気持ち勝てますね。はい、というわけでラス1ぐらいかな。あれ今何戦した、2戦多分やったっすかね。よろしく。はい、というわけで特に話すことないな特に話すことないんですけど、ないんですけどって感じですね。あー、あとあれですね、その今僕たちが住んでるところに結構近くに、そうスタバがあるんですよね。スタバで、しかもあの韓国のスタバって、あ、またペック工場だ。あの嬉しいことに日本のなんか、なんて言うんだろう、その日本のスタバだとイチゴとかが結構あの限定系なんですよね。限定、季節限定とかなんか限定とかでイチゴ飲めるんですけど、あの無限に常にイチゴあるんですよ韓国。ずっとイチゴあって、しかも他の種類もなんかめちゃくちゃ多いんですよね。日本と比べてスタバの種類の量がえぐいんですよ。あのイチゴがまず常にある。そしてなんかストロベリーヨーグルトブレンドみたいなのもあるんですよ。だからなんかなんちゃらブレンド系、なんか日本には絶対ないよなんとか、季節日本では季節限定やんっていうのが常にあるんですよ。なんでまあ全部あるわけじゃないとは思うんですけど、なんでスタバに結構行くんですけど、そういう、まあ、日本で飲めないものを結構飲むからなんですけど、やっぱ結局それが原因で太ってるっていうのはあるんですね結局そのスタバを飲むのは楽しみっちゃ楽しみなんですけど、普段飲めないものが飲めるんですけど、結局そこで、あの食生活とか言ってますけども、結局そこで太ってる説はまあ否めんすねっていうやつですねマジスタバ、韓国来たらマジでスタバ行った方がいいですね。マジで日本で飲めない、僕おすすめはストロベリーヨーグルトブレンドですね。えぐうまいですね。なんかイチゴの果実みたいなのも入ってて、果肉が入ってて、えぐうまいんでマジおすすめですね。これ終わるかもしれない。これもうガゴとアイゴルでフルボーイしたい。絶対鬼殺しに来るこれ。おい、よし、ここを逆に耐えてしまうと僕の流れになりますね。
で、これを無視されるのは嫌なんで、ここに言うの追加するとエレキに通しちゃうかな。まあ、死ねえわ。やばい。一回。OK。この三重子はまあ正直死んでいいまである。OK。待って、HP 見えない。危ない危ない。今、ポイズン使った、このガガは無視。エリポン行きます。よし、いい流れですね。エリポン行って、相手のフル攻撃を、まあ三重子とかで守って、ポイズン使わせて、そのまままたエリポン置くっていうのはいい流れですね。これまた高め三子ですね。よいしょ。で、ワンチャンシマイペッカとかかな。はい、ポイズン使わせた繰り返しですね。これは結構いい流れですね。でもワンチャンこのダックペリの前にペッカ作るのはちょっと嫌ですけど、OKOKOK。これ薬剤いきますね。ガゴムレと雪玉でほぼ守れますね。で、陸受けも一応出してあげて、OKOKOK。まあ、いい流れではありますね。これ繰り返してると、もうこっちの方がリードしてきますね。ワンチャン始まりペッカが怖いですね。あ、これやばい。あの、鬼生きるやつ。やばい。これやったわ。待って、やばい。これ、あの、これはちょっとね、やったらダメなやつ。これはね、ちょっと気抜いたっすね。で、まあ、工場で逆釣る。で、これ遅れてガゴムレで、さすがにこの、あれで、全部落とされはしないんで、これもう一回釣る。せっかく取ったアドが、三重子がダックプリだけにやられてしまったのはマジ痛いですね、あれは。あれは本当にやったらダメですね。あれは本当にやったらダメなのをワイはやってしまった。このように許容して、むずいな。さっき切るに決まったんですけどね、あの流れは本当は作りたいですね。一回リポン行って、三足かガゴムライゴレで守る。ワンチャンポイズン打たれると終わる。危ねえ。危ねえ。気合い気合い。しかもこっちが若干のダメ共有ができるんで。あと1分ですね。1分はガゴムレぶっ刺して勝ちたいですね。これ雪打つ。逆サイクル。もうガゴ咲いたんで、これガゴムレ嘘っすね。あ、それは嘘。ふぅ。これワンチャン。相手今結構やっちゃってるマンがあるから。あー。攻めれないですね。引き上げが、これはワンチャン引き上げしたら30秒でしょ。勝ちに行きたい。橋前加護でマジで最強っすね。奇跡的に勝つ方法はこれもう無理っすね。さすがに引き分けか。ワンチャンエレキぐらい。いやーこれ、マジで、あ、勝った。え？え？そんなことある？そんなことある？絶対今の引き分けでしょ。あ、まあでも、あれですね。普通に流れよく。普通に、まあエリポン置いて、もうガゴムレユキかガゴムレアイゴレで相手の攻撃守るか、まあ三子と他のユニットでね、守れたら守ると、そこにポイズンとか使ってくれるんでね。結構エリポン溜まっていい流れが作れるんじゃないでしょうかって感じで、多分3戦もやったんで、まあ今日こんな感じでね、終わりにしたいかなと思います。はい。今トロ、そんな高くないですけど、焼き鳥が多分7000いってたんでね、ちょっとやばい。焦りっていうか抜きにね、はい、急いであげたいなと思いますんで、また動画ね、ぜひ見てみてください。というわけで、はい、こんな感じで終わりにしたいと思います。では、お疲れ様でした。